キャバリエ軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3993人であり、2000年の4831人から17.3%減少した。軍庁所在地はラングドン市であり、同軍で人口最大の町でもある。キャバリエと名付けられた都市は隣接する。 ペンビナ軍の軍庁所在地である。キャバリエ軍は1873年にダコタ巡州議会がペンビナ軍の西半分を分離して創設した。軍政府は1884年7月8日に初めて組織化され、その時以来ラングドンが一貫して軍庁所在地である。軍名はよく知られたペンビナ市の毛川公益業者税管理。 郵便局長だったチャールズ・ターナー・キャバリエにちなんで名付けられた。人名のカブリアと軍名のキャバリエの綴りが違うことには何の説明も残っていないが、ある地名学者によると、フランス語化しようとしたか、フランス人の名前のように見せようとしたかと考えている。順州知事に軍曹説の請願を行った後、パトリック・マクヒュー、W ・ハドソン・マシューズ及び、 LC ノラ・コングが1884年7月8日に軍創設の目的で集まった。7月26日、新しい軍役人が再度集まり、軍政委員会議長に、ノラ・コングを、コミッショナーに、ウィリアム・エイチ・ドイルとマシューズを選んだ。初代党機関と、軍事務官はマクヒューだった。WJM2 が、初代兼任判事、チャールズ・ B ・ネルソンが、 初代キャバリエ軍教育監督官、クラレンス・ホークスが初代保安官になった。1887年に、順州議会がペンビア軍の一部を取り込むことを承認し、現在の領域が確定した。この拡張で新しく15の軍区が付け加えられた。この会合で、新しい軍庁所在地が選ばれ、ミネソタ州出身で、グレート・ノーザン鉄道の役員だったロバート・ブルース・ラングドンに、 ちなんで、ラングドンと名付けられた。ラングドン自身はこの町を訪れたことがなかったが、地元の学校に金を寄付したと伝えられている。最初の軍庁舎は1884年や秋に360ドルの費用で建設された。これは短期間使われただけで、より暖かく中心街の中心に近い一角に移されることになった。1895年に、 大型のレンガ作り軍庁舎が現在の場所に建設された。建設費用は9,099ドルだった。現在の軍庁舎が1957年から1958年に建設されるまでこの建物が使われていた。1969年にドレスデンに設立されたホリー・トリニティ教会が軍美術館の基礎となり、現在は地元の歴史的な工芸品を収め、 ランドマークになっている。ホリー・トリニティ協会はそれ以前にあった木造の建物二棟が火事で消失した後に建て替えられた。現在の建物は1936年に地元教区民が集めた自然石を使って建設された。ミネアポリス出身の建築家、ファビアン・レッドモンドが設計した。ピアース・軍ラグビー出身の石膏へドロイ・パターソンがボランティアの作業員を指導した。 教会の建設を援助したのが、大工統領のアンドリュー・バックマン、アルフォンス・ヒルトナー、スタンレー・コームシテッド及びウィリアムガイゼンだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1510平方マイルであり、このうち陸地は1488平方マイル、水域は22平方マイルで、水域率は1.44%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。中、ノースダコタ州の法人化された自治体はその大きさによらず全て地になる。ありがとうございます。